技術戦争じゃないけど論争、まあライトがサトシ自称とかそこら辺のあたりから論議を醸し出した問題がまあ起こっていくなぁと同時に、バイナンスボスが本当に力ではないけど明らかに見せつけたとかネジ伏せたというか、他の取引所もなんか右へ習っとる感じで、ちょっとイノベーションが大きい行動だよなぁと、まあ相場とはかけ離れた話ですが感じた限り。はい、2019年4月17日本日の仮想通貨時価総額と上位10トークにドル円の相場考察します。順番に仮想通貨の時価総額から若干前日より戻したかな、あの176ビリオンアメリカドル換算でずらっと見ていくと、まあ、キャッシュ税が、まあ、SV のキャッシュ税とこの場合言うのかどうのかというそこら辺の論議はさておいて、まあ、若干減少する一方、まあ、他のトークンがわりかし戻して、特に上昇幅ではモネロが 6% と、まあ、全体的に平均 2% 前後ほど戻しているのかなというところで、テゾスは相も変わらず 10% 弱はまあさすがですよねというところで、まあ、順番で日本円換算の時価総額からいきましょう。こちらも若干戻した19兆7898億と、まあ何が戻してっていうか要因かは全く分かりませんけど、時価総額1位のビットコインからいきましょう。週足はどうでしょう。 120MA 触れそうで触れない、なんかジレンマのじらし状態が続いてますけど、 20MA が少し角度がついてきたかどうかなというところで、まあここら辺で 120MA 叩かれたりしても 20MA まで戻ってくるってことはまあまあつそこら辺の確率は少ないんじゃないかなと踏んでいますけど、冷やしていくと 20MA 120MA 角度変わらず、前日比では若干戻したかなぐらいで、まあそれでもここ1週間ぐらいではめちゃくちゃ上下2万前後ほどの動き、この高値一時期60万つけたぐらい除けばそんだけ動きはないよなというところで、4時間いくと 120MA の角度は変わらないも 20MA が水平やや上向きにと、抜いたかなと思って昨日抜かれてどうかやばいかと思って今日のまた夜中24時付近ここで長いのつけて抜いてったということで、ここら辺がまあ多分全体的に抜いてった同じポイントじゃないかなと踏んでいますけどというところで、はい、次はイーサ。週足は特には変わらないもん、やはりこの 25MA の微妙に細かく目を細めてしか見えん、右下向いてそうな角度が嫌ですよね。 20MA でビットコインはその兆候が出てないのか分かりませんけど、まあいずれにしても角度つくまでが大きくは動かんのはまあ移動平均線付近なのは分かっていますのでというところで、手足は 25MA 角度変われないもん、 7MA で現在あれですか、若干上抜いたところによってその影響もあってか角度も緩くなってきましたと。4時間行くとこちらも長いのはないにしてもやはり似たような時間で、バイナンスチャートで21時、夜中の1時、まあここら辺で 7MA25MA ぐらいに蹴りつけて軽く抜いてって現在は少し上に降りてるとこですね。 99MA もなんとかまくってってというところで、まあ、戻してきた要因は何かはよく分かりませんというところで、はい、次はリップル。週足はやはりこれもイーサ同様 25MA がピクリと右下向いとるのが嫌だよな、やはりこの水平付近はどうしても角度がつかんことね、なかなか大きく上昇はしていけませんというところで、足は叩かれかけた 25MA をなんとか耐えて 7MA 付近までは戻してきたってところですね。4時間行くと 25MA が水平やや右下、なんとかあれですか、 7MA をまあこれもイーサやビットコイン同様夜中の1時台の4時間足チャートで抜いていくも、リップルに関してはまあ 25MA でその後叩かれて現在 7MA の少し上におるだ、まあやはり再三言う通り移動平均線とロウソクが基準が低いと、それだけやっぱ戻していく幅がパーセントにとっても割合が少ないよなというところで、はい、次はイオス。週足は 25MA 水平気味、乖離がこれだけロウソク離れてもなかなかあれですね、角度ついてこないですね。 25MA、 7MA の角度は変わりませんというところで、冷やしていくと 25MA 角度変わらず、 7MA がやや右下向いとるところをなんとか本日はロウソク上抜いてる状況です。細かいところを4時間で確認しに行くと 25MA 水平やや右上、本当に緩い角度のところ、それを 7MA が少し角度ついて現在はロウソクと触ってるような状況と、まあ似た時間に軽く抜いていった夜中の1時などは一緒ですけど、上げ幅がそんなにないんだろうな。 EOS で前日比換算で 1% 強ほど、まあ、ビットコインが 3% 弱上げとるから、その分まあ抜いていった幅がロウソク足で見ると広いのかなというところで、はい、次はキャッシュ ABC。 週足は 7MA 角度変わらず、ロウソク的にもそこまで多くな動きはなく、一時期 40%20% 上げたぐらいに高値の範囲ではまあ戻してきているということで、これでハードフォーク前ぐらいの水準にどうかというところですもんね。
現在の立ち位置としては、冷やし行くと 25mA の角度変わらないもん、 7mA もそれほど角度変わらず、ロウソクはその少し上にいます。唯一あれですね、上位10銘柄の中でマイナス計上しとるのが本日はキャッシュ ABC というところで、詳細を4時間で見に行くと 25mA の角度変わらないもん、 7mA が緩やかに右下とその若干下にロウソクいますと。一応はこれ似た時間にあれですか、少しは上がっとるんだけど、まあ全体的に1日通すとレンジなんだろうな。キャッシュに関してはもう完全にバイナンスの D リストや、あ、SV の方、逆に SBI がキャッシュ本体 ABC の方 D リスト予定とか、そこら辺の絡みもあって多分マイナス面に駆られとるのかな。ユーザーとかがあんまりどうしていいのかわからんところが、とりあえず売って逃げたというところに反映しとるのかな。はい、次はライトコイン。週足はなんとか 25mA に角度がついとるとこも、肉眼で見るのはちょっと難しい部分ありますわね。 7mA は角度変わらずと、まあ、なかなかこれはトロンが週足抜いてから綺麗に上げてかんとこも、やはりこの週足水平付近は角度つくまで時間かかりますよねってところ。日足は 25mA 角度変わらないも、 7mA でなんとかあれですか、売っちゃって水平気味に近づいてきたところで、ただ 25mA との乖離が近づいてるのが嫌な状況。4時間足は 25mA ほぼ水平、 7mA が若干右上向いたところで、まあその乖離少ないところにロウソクがいますというところで、一応はライトコインも似た時間夜中の1時バイナンスチャートで、この辺りで内長いのつけて 25mA 抜いていくも、まあその後それほど伸びずというところで、まあなんかにかりおったりなのは仮想通貨特有の日が多いですよねというところで、はい、次はバイナンス。まあ、バイナンスに関しては、これは前日比で若干 3% 弱ぐらいですけど、プラス計上してるのと、トークンバーンで、まあ、利益上がってるの、そのあたりが逆にプラス面に影響してるのかなと。まあ、キャッシュ関連をディリストしたから下がったみたいな書き方もありましたけど、そこら辺は全く関係ないんじゃないかなって個人的には思ってますけど、これ。チャートに見ると、7MA、25MA 角度変わらず、ロウソクも相変わらず買い離れたままと。瞬間的に安値が下がった時が本当にここ数ヶ月で1回だけで、どれだけ本当アンパイエリアにおるやねんという感じで。冷やし行くと 25MA の角度変わらず、7MA も同様に角度変わらず、その若干前にロウソクいますと。7MA ですら本当に綺麗に下抜かせんというところで、25MA で再来し、本当強いよなぁと。これだけ逆にこけてこんかったバイナンスがどこで食らうかっていうところが主語を省きましたけど、それが逆にあれだよなぁと。期待したくないけど見物だよなぁと。4時間足行くと 25mm も 7mm 角度変わらず、現在は若干ただ枯れかけ 7mm に触っとるというところで、まあそれでも4時半足で見てもこれ緩やかに上げとるのは見て取れるから、上下動を繰り返しながらまたぼちぼち上げていくかなというところで、マイナス面のニュースさえこんかったら、まあ本当に行くどこまで行っちゃい状態でしょうというところで、はい、次はカルダノ。週足は 25mA 水平、 7mA 角度変わらず、ロウソク的には先週よりも若干下げたという状況で、まあ EOS やライトコインとかじゃないですけど、やはり週足でこの角度がクーンってバイナンスレベルぐらいまでついてこんと、なかなか綺麗に上げていかんよなというところで、日足は 25mA の角度やや緩くなって、 7mA も同時に角度が緩まって、ロウソクも触りかける頃も 25mA との乖離が狭くなって、このまあライトコインみたいにあんまりいいネタじゃないよなというところで、4時間足行くと 25mA 水平右下、 7mA は逆にやや右上、その下にロウソクがいるという、まあ非常にわけのわからん4時間足だけ見たら全く関わりたくない相場ですよね。上位足が抜けていく可能性が高いから、そっちに張る瞬間を待ちたいと思う一方、この足だけ見たら本当に関わりたくない、絶対嫌な相場だよなというところで、はい、次はステラ。週足は 25mA との乖離が少し離れてしまった通り、 7mA の角度も若干緩まってロウソクが触りかけとるというところで、これでも前日比 3% 弱上げとんですかね。冷やしていくと 25mA 角度緩まり、 7mA 右下、まあその2つの移動平均線のロウソクが触りかけるような位置に現在値段がありますよというところで、上位足があの状況の以上、割とここからはちょっと買っていきたくないよな。でやはり週足 25mA の水平付近は欲しいというところで、4時間は 25mA ほぼ水平気味、 7mA に角度ついたのがやはり他のトークン同様、夜中の1時4時間足台で、まあ長いのつけて抜いていくも、その後それほど伸びず 25mA 水平付近に、全体的に今日のこの動きかなというのが、この時間帯抜いてってその後そんなに鳴かず飛ばずというのが、キャッシュ勢を除いてというところで、はい、次はテザー。テザーがまた USDT 発行したというところもあり、相変わらずシェアはなんかステーブルコインとかではテザーが占めとるみたいですけど、
そこまではなんか優位性を感じんのかなって、時価総額的にはめちゃめちゃ伸びとるわけじゃないし、まあもちろん臭いニュースとか出てこなきゃいいというわけではないですけど、最近はテザー法も出てこずに、1年ぐらい来年ぐらい見た時なんかにはこのマーケット関連のテザーシェア数なんかも大きく変わってくるのかなって。一応はテザー的にはステーブルコインで上昇はしとるというネタは出ていますけど、あんまりなんか相場とかそこら辺の見た感じでは特に見受けられんやなと思ってますけど、まあ、ここはいろいろ数字をマジックするのは得意なので、なんでだんだん声が小さくなるんやって感じですか。はい、それで最後ドル円。例によって昨日から遡っていきますけど、先日の夜夕方ロンドンから、まあ、短期を右往左往しながら、たまに中期も触りかけた夜中とかもあって、ニューヨーク入ってもまあそこまでじりじりと伸びるもなんかよくわからん動きをしながら、朝方あれですか、アジアで9時台ですね、ここで長いのつけて112円がタッチしたってところですね。まあその後下げましたけど、それからもめちゃくちゃな大きな動きはせずに、一回短期下抜いてしまい、中期下抜けまで見えたところを昼の2時からとかまた売っちゃって戻して、現在は短期の上におる112円少し超えたところですか。じわりと戻してきて本当にやっぱり荒いような動きが、冷やしいくと短期中期角度変わらないも、ロウソク少し返り離れて、まあ、この足だけ見れば本当に右上上がりというか緩やかな伸びは感じられるような、週足いくとこちらも同様に短期の角度変わらず、中期の角度も変わらず、ロウソクも買い離れた状態で、まあ、本当に数ヶ月前が何だったという感じで、3月の半ばなんか1回中期おるか短期まで下抜いてあわわわってたところ、1週間2週間もうちにまたカックンってやり返して中期まで上抜くっていう、裏を返すとここ2週間ぐらいでまたこれ中期短期まで叩かれる可能性あると思うんですよ。まあ、それぐらい動きは荒いというところで、まあそれで本日は一番上昇した現在地で 10% 上昇しているテゾスに目を向けると、週足チャートが出てこないでそこまでは断言できも、まあもうトレンド変換していっちゃってる状態ですよね。で、翌足換算の 99MA とこれだけ買い離れとるんだから、バイナンスレベルまでいかんでもライトコインとかより基準は上だろうなって。地味だけどこういうところを本当に見つけて拾ってった方が、まあ投機目的の仮想通貨購入なら向いとるよな、入るのは遅いですけど、まあ SV が逆にディリスト出てきて一つ上の時価総額によるか、そこら辺の逆転っていうのも、まあ、可能性が十分視野に入ってくるよなって、これだけの上昇を見せとるというところで、まあ、全体的に言うとなぜか戻したかは分からないけど、夜中のまあ1時12時頃そのあたりで4時間してプチ長いのつけて 25MA、 7MA 抜いていくも、その後鳴かず飛ばずでじわっと下げたっていうのがまあ全体的な傾向ですかね。キャッシュ勢の ABC とSV は除いてですけど、まあその2銘柄に関してはほぼ SV はディリストがまあ世界的な取引所表明している一方、 SBI は逆にビットコインキャッシュの本体、まあバイナンス表記で ABC の方をディリストしていくっていうところで、まあここら辺の技術戦争じゃないけど論争、まあライトがサトシ事象とかそこら辺のあたりから論議を醸し出した問題がまあ起こっていくなぁと同時に、バイナンスボスが本当に力ではないけど明らかに見せつけたとかねじ伏せたというか、他の取引所もなんか右へ習っとる感じで、ちょっとイノベーションが大きい行動だよなぁと、まあ相場とはかけ離れた話ですけど感じた限りで、まあイーサリアムやリップルの 25MA 週足がちょっと角度右下向いてきちゃったっていうのが嫌な状況だよなぁと、同時にイオスやカルダノなんかの 25MA もなかなか角度ついてこんということで、ライトコインでも角度つきそうでも一つ段が上がっただけで右上にピクンとならんというところで、バイナンスまでとはいかんで、まあ、やっぱ週足レベルがあれで角度つくの時間かかるんだよな。逆にドル円なんかは週足 50MA 使っててもあれだけ動きが荒いというところで、単純な MA は仮想通貨と差がないからどれだけやっぱ動きの荒さを感じられるようなところで、まあ一番はあれですかね、リップルの週足 25MA 水平上抜きが個人的には一番欲しいところだなって、現在見てどれか変えても投機しろっていう目的なら、まあ技術的には素直にトロンやイーサ、イオスなんかに期待しますけどってところで、まあもちろんバイナンスもいますよ、もちろんもちろんもちろん。はい、まあそんな感じで以上2019年4月17日本日の仮想通貨時価総額と上位10トークにドル円とテゾスの相場考察でした。そんな感じで終わり。